どうも、バキバキトテです。クイズ、ピーター、三重のこと。なんでしょうね。はい。ですね。まあ、ここ、グンピーの住んでいるキモシェアハウス。あ、そうですね。キモシェアハウスに来ていただいて、ありがとうございます。ピーター博士もね、はい。童貞の研究をするということで、スウェーデンからこのキモシェアハウスに住んでるんですけど、ね、はい、実際に今、この、ピーターの家、押し入れから、はい、お送りしてます。ピーター、自宅から。ピーター博士のことを、まあ、もっと、うん、知っていこうと。面白い人ですから、これ。うん。ね。なんで、今日クイズ形式で、うん、ピーター博士にたくさん質問を投げかけて、はいはいはい、はい。で、僕らが、まあ、ピーター博士の、まあ、好きなものとか、趣味を当てていけるか。なるほど。でね、クイズを聞いていきたいと思います。おう、うまく作家のボールペンじゃないか。はい。作家の山田ボールペンと申します。よろしくやりましょう。お願いします。お願いします。ピーターが憧れてる人は？はぁ、あ。おピーター憧れてる人。なんだろう。歴史上なのか。ピーターも書いてますね。うん、そうですね。難しいですね。せーの。ドンドン。お、野口英世。バキバキ童貞。お、父親です。あー、なるほどね。あー、野口英世ってのは医者だから。そうですね。お医者さんで、その日本に来てっていうのも憧れがあるから来てもらう。ああ、なるほど、ざっくり。なるほど。めっちゃエロいんだよね。ああ、なるほど。めっちゃエロいんだよ。ろくでなしなんですよ、結構。ろくでなし、どうしようもないやつなんだよ。あららら。まずこれでしょ。まずバキバキ童貞のリスペクトがあるからここに来たい。いやいやいや。研究対象じゃない。研究対象。いや、リスペクトでしょ。じゃあ、正解をお願いします。中田秀。わかんないね。中田秀なのか。ちょっと古いですかね。はい。いやいや、でもない。これ、どうして ?28 とか29で引退とかね。はい。はい、早かったですね。やっぱり、次進むとき分かってる。あー。ピーターが好きな食べ物は？あ、でもこれもわかるな。これはわかります。俺もわかる。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 せーの。あれ？ヨーグルト、ナッツ、ラーメン二郎。ラーメン二郎は無理やり会社してる。連れてったんでしょ、無理やり。違うんだ、ラーメン二郎行きたいっすって、ごねしたんだよ。わかんねえ。僕も別にいいんですよ。バキドと一生一郎行けないかもしれないけど。待って、行く行く。バキドの中では優先順位的には、その、ええやら。僕と、ブライオリティ。二郎行くのはそんな高くないっていうことっす。違うんだよ。そうですね。でも、その時もヨーグルト食べてたな。確かに確かに。で、ね、そのナッツも好きって聞いて、なんか、昨日かおとついもなんか、はい、ナッツがなくなりました。気持ち屋の住人に勝手に食われる。ピーターのナッツは格好の獲物だよ。かわいそうな。じゃあ、木田さんがナッツも食べたんですか？木田さんはナッツ食べてると僕は思ってるんですけど、木田さんは古川さんが食べてるって言ってる。古川さんは知らないとか言う。ああ、なるほど。正解お願いします。これはどう？土岡さん。ああ、やばいやばい。やばいやばい。それどっちか迷ったんすよね、うん。一日ワンパックは食べてます。おー、すげえ。これはどうですか？ジロー美味しかったでしょ。チャーシューね。美味しかった。うん、ピーターピーターの幼い頃の夢は？はい。せーの。はい、はい。え、医者。医者。医者。ノーベル賞、どれか受賞。まあまあ、行きましょう、はい。お願いします。はい。せーの。ベジータどういうことだ、ベジータベジータになるんだよ。ベジータそんなに好きだったんだ。汚ねえ花火だ。そこじゃないでしょ。弾けてまされいや、悪者時代の。あ、そうなんです。好きなんですね。そっか、確かにドラゴンボールをね、向こうで見てたと。ああ、そう。聞いたけど。なりたいまで。いいですね。面白いな、やっぱ。なんか当てたいけどな。そうですね。土岡さんしか。ピーターが一番泣いてしまった映画は？はぁー。ドン！ドラゴンボール神と神、ドラゴンボール旧ブロリー。フォレストガンプ。なるほどね。はぁー。ドラゴンボール好きだから、はい、その中でもやっぱ旧の昔の、はい、あのブロリーにボコボコにされて、もうおしまいだってなってるのが、あの。ダニいや、あれ、いいとこないだろ、なくし。あれでも、僕、これのベジータが。ああ、ベジータが。おぉこれは、ちょっとあの、映画で。おぉ泣いてないんだ。唯一泣いた作品は、多分あの、スラムダンクの最終回。最後の。ああ、漫画で、おぉ映
なるほど。ピーターに兄弟はいる？いるとすれば誇れるところは？僕は、お姉さん一人でバレエをやっていて、結構上手かったみたいな。はい。僕もね、お姉さんがいるって聞いたことある。お姉さんがいる。で、わかんない。まあ、投資で稼いでいる。うん。例えば。僕かってもう弟が一人いて、どこも何もない。そう。まあ、あの、姉がいて、家族で唯一。使えるか使えるかありがとう、ピーター。唯一。ピーターは休日何をして過ごしている？せーの。はい。サウナ、サウナに行く、ホッケー。ホッケー。ああ、なるほど。うん。正解お願いします。サウナも正解なんですけど、はい、土岡さんの。はい、なんでだよ、やったこれはもう、そうですね、すごいな。絶対サウナだと思った。俺は絶対サウナだと思いました。サウナは休日じゃなくても。ああ、そうですね。なるほど、そう。行っちゃうんだ。なるほどね。ホッケーか。そうそう、ホッケー。ホッケーなんだよね。いやー、土岡2ポイントか。うわ、来た、これはラッキーだと思ったわ。知ってるんだ。なんで土岡知ってんだよ。ピーターが、軍備を一言で表すと？せーの、ドン。サンプル。相棒。タイだ。おい、どう職人、プロだと思う。おー、職人。プロ、お笑い。お笑い。なるほど。その、バキバキ童貞で。はい。バキバキ童貞のプロ。あんまりその、体の張り方っていうか。ああ、でもいい印象でよかった。よかったですね。サンプルってたの？データの人が、統計を取りに。ピーターが過去に戻れるとしたらいつ？なるほどね。せーの。ドン。高校時代、戻りたくない。スウェーデン気持ちやハウス。なるほどね。スウェーデンの時に。スウェーデンの時もそういうルームシェアしたっていう。うん、確かにスウェーデン気持ちやハウスは帰り、戻れたら戻っても、はい、戻ったら楽しい時期ですね。でも、まあ、正解はあの、2019年の新宿です。2019年。おー。というと。黒いダウンジャケットを着た男を探して、はい、悪いことは言わぬ。ここは左に曲がれ。あーあー、そっか、そうだ。バキバキ童貞を削りたかったんだ。左に曲がれ。右曲がるとカメラクルーがいるぞ。ああ、でもそうだな、そっか。ピーターがキモシェアハウスで一番驚いたことは？せーの、ドン。ゴミだらけ、ゴミが散らかってる、汚すぎる。うん。今、正解は、古川の布団。あ、やばい、ちょっと間違え。はい。3ですね。古川さん。今更無理だよ。ちょっとカットで。これはカットできない。ベランダに布団干してるって言ったんですけど、ベランダの地面に散らかしちゃダメなの。泥だらけになってる。見てやつ、あれ。ピーターが関わりたくない人はどんな人？根拠のないことを言う人。なるほど。木田に教わった怖すぎるラッパー。嘘をつく人。じゃあさんに怖いラッパーばっかり聞いて。で、あんまこれ、ここでも言わない方がいいぐらい怖いラッパーがいて、で、なんかピッターに、例えば、こういう事件、怖い事件があって、例えば、残虐な事件があったんですよ。それはその、高坊より怖い？そんな怖いラッパー。事件とラッパーが怖い。そうそうそう。まあでも、正解はあの、はい、睡眠をリスペクトしない人です。ああ、なるほど。これ、学付けの木田じゃん。名前は出したくなかったんですけど。木田だよ、夜遅くに騒いでよ。はい、ああ。ほら、寝てるとこ電気つけてよ。ここ聞いてくれ、つって。いうことなるほど、そっか、人の眠りを妨げるような。うん、はい。ピーターの YouTube バキバキ童貞のお気に入りの動画は？はぁ、なんだろうなぁ。せーの、ドン。青学受験、あやまんおわたけし、ラーメン二郎。あー、いいですね。あやまんおわたけし？バキ童チャンネルで最も人気がないです。僕一番面白いと思った。ああ、面白かった。面白かった。ビーチかカリカリとは、アヤマンジャパンか、たけし軍団どっちっていう。面白いクイズだと思うんだけど、全然伸びない。ピーターは好きなんじゃないかな。お願いします。正解は、日体大コール。ああすごいか、そうなんだ。
まりバキバキ童貞とは関係ないんですけど、はい、ちょっとハマっちゃったんですよ。いいですね。音楽の受験も面白かったです、はいはい。人生終わったーっていうところ、はい、スウェーデンで一人で笑ってました。友達の浜田くんが、その顔が真っ青になって、どうしたの？一問マークし、ミスしてる。一問ずれてマークしてる。人生終わったー人生終わったー俺これ腹が痛いよって。ピーターのストレス解消法は？せーの、ドン。生前サウナですね。そうですね。あ、正解です。いやあ、やった、正解した。サウナ&水風呂。ピーターが落ち着く場所は？せーの、ドン。カフェ、押し入れ、研究室。まあ、カフェよく行ってるね。なんかまあ、曇ってる、ね。研究室とか、ね。そうですね。うん、でも、押し入れが、はい、もう肌に馴染んでる。押し入れでスヤスヤになってるから。好きで行ってんのかな、押し入れ。まあ、正解です。やったー押し入れだよ。押し入れだよな。今は一番ここが。それは、相対的にここが。そう唯一そこがいいだけ。そうですよ。木田さん、古川さんとかがいないから。ピーターが性の伝道師に会ったのはいつ？性の伝道師というのは、まあ、僕が中学生の時にね、うん、エッチなことしか考えてない塩田ってやつがいましたけど、うん、そいつが、まあ、そういった行為ですとか、うん、エロ本だとかそういったのを持ち込んできた。それがピーターにもあるのか、世界共通なのか、いつあったのか。うん。大体ね、やっぱり中学生、高校生とかで、まあ、確かに確かに。クラスにね、スケベなこと言ってくるやついるけど、僕は、高校生の時に、日本に留学しに来た時。あ、日本ね。うん、日本で。俺、小4、スウェーデンの時にもう教わったんじゃないか。お願いします。俺は2019年、新宿。うん、俺じゃねえか。おい、伝道師。伝道師。俺、伝道師だったらどう？そうですね。実際、まあ、会ってない。ああいないんだ。一番近いのが、もしかしたらレンタルブサイクさん。絶対違うよ。あいつよくないよ。ピーターのモットーは？モットー、座右の銘みたいなこと。うん。そうですね。せーの、ドン。世の中に役に立つ。見る前に飛べ。現地に行く。うん、ああ、なんか近そうですね、二人は。まあ、百聞は一見にしかず的なこと、うん。そうそう、見る前に飛び込めっていう。はいはいはい。うん、まあ、役に立つ。まあ、確かにね。ちゃんとデータを世間のために。そうだね。うん。うん、あるかもしれない。こんな立派なね。はい。ことを。うん。書かれると、なんかちょっと情けないやつなんですけど、うん、はい、まあ、面白そうなものを、まあ、追求する。うん、なるほど、なるほど。研究者に必要なものかもしれない、ね。ピーターが生まれ変わったら男性と女性どっちがいい？当てたいな、これは。うん。めったにね、二択だ。そうだ。じゃあいきます、せーの、ドン、女性。おー、全員女性。女性だ。まあ、その、生まれ変わったらどっちって言われて、はい、同性をあげる人見たことない。ああ。俺。まあ、研究的にもなんかね、違う性の。そうですね。あと、やっぱ男のモテなさをいっぱい調べて知っちゃったから、なるほどね。女性がいいんじゃないかって。いや、僕男性で書いちゃったんです。ああ、これ外したか。やっぱ見たくなった。ピーターの初恋はどんな人？せーの、ドン。お、ああ、俺もそうだ、ブルマ。ドラゴンボールのブルマ。はい。読んでる。あのね。うん、ああ、なるほどね。ホームステージにあって日本人という。ああ。ブルマなるほどね。好きだもんね。そうし。ね、ベジータ目線で。そう。ベジータ目線で。確かにそれはね。まあ、あの、もののけ姫だったんです。おー意外意外もののけ姫めちゃくちゃ意外ピーターが自分を漢字一文字で表すと？じゃあ皆さんは何ですか？あ、自分の。自分は。鳥。へぇー。うわ。今日、今日ですね。巨大な今日？いや、今日、今日の今日。今日の今日。虚偽の今日。怖いなぁ。ふみさん、火って言ってましたね。あの、炎の火？ 100 の質問で、炎の火って言ってました。へぇー。あれ、なんで火だったのとか。なん、多分嘘ついてるな。そんな火なわけない。まあでも、火でありたいと思ってる、うん。自分を表すなら燃えるような人生でありたいと思ってるから。オープン！ババン！ドン！流れる、大きい、偉大の意。あの、
疎外、疎遠、疎外の疎だ。疎外感の疎。はい。どこ行っても馴染めるけど、はい、100% 馴染めない。まあ、ハーフですからね、確かに。スウェーデンでも確かにハーフですし、そういうのあるかもしれないですよね。ベジータのベでもよかったんで。ベジータのベなんかないよ。ピーターの最後の晩餐は何？なるほど。最後の晩餐。せーの、ドン、ステーキ、ヨーグルト、ジローチャーシュー。大トロです。大トロ、ラーメンみたいに食いたいですね。あ、ガッツガッツガッツ。そんぐらいの量。ピーターの最も反感を買った出来事は？せーの、ドン。童貞っぽいですね。ね、うん、スウェーデンの童貞研究、童貞のアンケート、バキドニアに日本へ行く。あ、まあ、僕とも僕一緒だな、うん。スウェーデンの童貞を研究するときに、童貞ですかとかって聞いて、うん、なんだそれはって言われたんじゃないかっていうのと、うん、まあ、そうですね、こっちに行くっていうことで。はい。うん、あ、周りからの。カンカン買ったっていうエピソードは、やっぱどの、パンダの落書き。パンダの落書き。これは、これ何ですかペンと、あの、紙があると、うん。うんパンダが、あの、タレパンダが無償に書きたくなって。はい。はい。で、もう、だからもう使ってないんですよ、ノートとか。はい。うん、タレパンダ書きすぎて。そう。その病院の、その、ちょっと偉い先生が、うん、自分のノートみたいなの置いて、うん、それを気づかずに、気づかないうちにもうパンダたくさん書いて。ええー。かわいいなぁ。かわいいなぁ。いや、でも怖かった。真剣な。いや、そう、ピーターがね、一回スウェーデン、初日に確か、はい、あの、なんか入れて、ものすごい膨大なパンダと、はい、バキバキって書いてある。何これって。あれパンダだったのね。ピーターが、グンピーの好きなところは、せーの、ドン。ウェルカム、嫌いなことを笑いに変えようとする度胸、逆境を笑いに変えると同じですね。あの、まあ、寛容って書いたんですけど、はい、はぁ。逆境を笑いに変えることもその寛容のうちにある。お正解ですか？じゃ正解だ。やったやったウェルカムも一応正解ですよね。はい、全員正解だ。はい。何でもウェルカムだってことだ、はい。じゃあ全員正解か、はい。ピーターが好きな歌のサビを歌ってください。はぁ。父親から一人ずついきましょうか。はい。歌ってください。チャラヘッチャラ。つかもおせダランバあるバン、ね、世界で一等不思議な気持ち気持ちありがとうございます。で、俺が甘い匂いに誘われた私はカブトムシあったかい要素OL じゃないんだよ。なんか甘ったり好きなのかなと思って。5月2日なんですけど、ライブなんで休ませてほしいんですけど、それよりも悪いんですけど、今月でやめてほしいんですけど、OK、余裕、未来は俺らの手の中。っていう、マイナーな。北に襲ったラップだね。おい北に襲ったラップだおい、やめやなんだよ、それ。マイナーすぎますかね。大好きなんですよ、僕と木田さん。ブルーハーブの何て言うんですか、未来は俺らの手の中。かっこよ。ピーターの思う、グンピーが童貞を卒業するのに必要なことは？せーの、ドン！収入、勇気、痩せる、うん、自分を大切にする。へぇー！自分を大事にする。これはどういうことですか？例えば、まあ、その、自分のこう体や健康のことをもうちょっと考えたり、うん、またはその住んで、自分の周りの環境をちょっときれいにしてみたり。まあ、そういう意味で自分にこう優しくすると、過激な自虐とかをちょっとだけ、まあ必要以上、過激にやってる自虐をちょっとカットすれば、まあ、非常に面白いですし、優しいですし、もうこれだけの、結果を残しているので、女性にとっても、その、グンピーさんの世界に入っていくのは楽しいんじゃないかと思うんですけど、それを、それ以上にキモさを、発揮してる。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 そこまで必要じゃないかもしれない。なるほど。そんなつもりねえ。あるとあると見る。まあ、痩せるはちょっと近いね。あ、ちょっと近いですね。うん、まあ、しょうがない。ピーターの一番のトラウマは？せーの、ドン！アベマでバズった。家で南京虫が湧いた。研究のデータが消えた。うわ、ありそう。なるほど。あの、
連部さん自分帰ってきた時に鍵かかったよなと思って、うん、あ、じゃあ誰もいないのかなと思って入っていったら、うん、まあ連部さんがいた。エンタルブサイクル何してたんだ。いや、それはちょっと。なるほど。あれもね。あいつもやるからね。どこで構わずやるから。記憶が抹消したい。ピーターが無人島に一つだけ持っていくものは？ああ、いい質問ですね。せーの、ドン！ヨーグルト、洋書、寝袋。さあ、ピーターどれでしょう？サウナ持っていきます。サウナ持っていく？そんな自由な発想があるやん。そんな。サウナ持っていくのか。サウナ持っていくのよ。メッツ処理もできますね。そんな。それありだったのが。サウナ持っていくね。ピーターが自分の子供にしてあげたいことは、ベジータと名付ける。いいですね。ベジータピーター。ピーターベジータ。上田ベジータか。上田ベジータやばいな。決められます。キモシアに留学させる。ああ、いいっすね。なるほど。いいんだ。はい。はい。早期の性教育。ああ、早いうちに。まあ、偏ったこととか間違ったことを思ったこと。自分の息子をバキバキ露天にしないっていう。最高かもしれないですね。ベンチそうなんだ。筋トレとか。そうなんだ。大胸筋、三角筋は、必要かなと思って。非常に医学的見地で。いいですね。ピーターが死ぬ時までにしたいことは？せーの、ドン！スカイダイビング、サウナに死ぬまで入ると、まあ、同じですね。溶岩サウナ、北極水風呂。溶岩サウナに行った時点でもう、水風呂には行けないから。まあ、その、ものすごく高い温度に入って、その、氷を割って入るようになって、そういうところに入って、その、温度差が好きなんで、2万ドル溶岩のとこ行って、で、その後、もう、0度以下の、ちょっと温度に行くって。もう、俺も、あれですね、サウナの中入り続けて、もう、出ずに。ああ、最後迎える。最後迎える。なるほどね。スカイダイビングとしてあれだね。そうですね、これ、ベタな。そう、バキバキ童貞が卒業したと。あ、ほんと？へぇー情報が入ってきたら、嬉しい。あ、これは嬉しいですね。なるほど。これ卒業、そっか。ちゃんと見届けたいんだ。ありがとうございます。これを頑張るよ、ピーター。じゃあ、正解優勝は ?30 問中、4問正解で、土岡さん優勝です。よしああそうですね。でも、軍費よりも僕の方が当てられましたね。一緒に住んでるんじゃないの？ちょっとショックですよね、なんか。ちょっとショックですけど、でも、グンピーさんは、答え知ってても、ラーメン二郎って書きたかったっていうのもあります。確かにな。俺書きたかった。よし、ありがとうございました。